こんにちは、佐々木です。本日はメルカリキャンノンの定価3万7000円のカメラが2万5980円でも売れません。梱包や発送方法もわかりません。売れないものを売る方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はいえー、この動画では YouTube 視聴者様から質問がありましたので、ぜひね、回答させていただきます。この場合、 メルカリだけじゃなくて、アマゾン、ラクマ、ヤフオクなどね、いろいろな場所で、高くね、売ることを考えた方が良いです。はい。それと、商品を購入する前に、しっかりとしたリサーチができていないかと思いますので、売れないかと思います。で、あの商品は新品って言ったんですけど、新品でも、今現時点で需要があればいいんですけど、需要がないとね、なかなか高く売れないのが現実です。 需要があれば、多少ね、汚れてたり、中古でも高く売れます。はい。なので、ぜひね、まあ、こういった場合、ただね、商品を、まあ、家電ショップですね、大型量販店で買うときもね、注意してね、購入していただければね、いいかと思います。はい。えー、それと、梱包方法なんですけど、まあ、新聞紙や段ボールはね、まあ、スーパーやドラッグストアで置いてあります。で、新聞紙なんですけど、まあ、スーパーやね、ドラッグストアに資源ゴミの、 まあ、コンテナですね。ありますので、そちらにね、行って、えー、っと、まあ、ちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、取ってくればね、タダで、まあ、得ることできますので、ぜひね、活用していただけばいいかと思います。はい。ぜひね、まあ、利用してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げる回り日までプレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。それと、0点前込みですね。 興味ある方、はぜひメッセージからよろしくお願いします。あと、YouTube か質問一切受け付けてません。LINE や登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。